どうも皆さんこんにちは、アイスタンチャンネルの匠です。今回ですね AIKAQI、多分ですねアイカキさんから提供いただいたですねイヤホンのご紹介です。ですね、今回紹介するのはこちらですね、TE850VI というイヤホンでございます。ではね、早速箱を見ていきましょう。まずですね、こんな感じの箱に入っておりましたね。ここに製品が見えていて、これは何でしょうかね、 AWEI ですかね、 AWEI ってありますね。はい、 For All Kinds of Music ということで、かっこいい感じですけど、エクストラバスということで、結構低音重視型のイヤホンかなと思いますね。はい、こんな感じでカラーバリエーションが豊富ですね。はい、でですね、ここだっと開きまして、ドライバーですね、ドライバーのやつとかこうやって中が緑になってますね。こんな感じですね。ここマグネット、なんかね、自分に合わない感じですね。マグネットすごい高級感がありますね。では早速開けていきます。どこだ、下にね、あらかじめ開け口を作ってるっていうね。はい、はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じになっております。はい、では早速内容物を見ていきましょう。はい、内容物はこんな感じですね。まずこちらに説明書、取説がありますが、英語とか中国語で書かれてあって、日本語はないですね。で、これはまあわかると思うんですけど、クリップですね。クリップとイヤーピースの替えが入ってますね。はい、違うサイズのものだと思いますね。で、嬉しいですね、ポーチがついてきております。このね、四角いポーチは硬めな素材でございまして、こうやって開けますと中がこんな感じになってます。ここにね、小物を入れられるので、まあ、さっきのこのイヤーピースとかね、こういうイヤホンに関係したものをこうやって入れるっていう感じの使い方になるかと思いますが、まあ、別にね、コインケースとしても使えるということでございますけど、まあ、普通にイヤホン入れる分にはいいんじゃないかなと思います。はい、イヤホンやっぱね、直でカバンの中に突っ込むのはありえないですからね。こんな感じで入れるといいと思います。で、こちらが本体ですね。はい、こんな感じですね。フラットケーブルでございますね。いわゆる消し面ケーブルとかいうものですね。自分も昔 iPod Touch のね、充電ケーブルでこういうタイプのもの使ってたんですけど、まあね、絡みにくいケーブルということになりますね。まあ、確かに絡みにくそうな感じはしますね。はい。でですね、イヤホンのもっと詳しいとこ。まずね、このね、重要視されるこのプラグの部分なんですけど、こんな感じになってますね。はい、3.5mm のイヤホンジャック、ミニジャックです。で、金色のメッキで、こんな感じで L 字になってますね。はい。で、LR の分岐部なんですけど、こんな感じになってますね。おー、さっきの、あれ書いてありますね。なんかかっこいいですね。そして、R 側の操作部ですね、操作部。こんな感じで。音量調節とかできるっぽいですね。多分 iPhone でも対応してるんでしょう。裏にはマイクがあります。マイク穴がここにありますね。で、これが肝心のね、耳に入れるとこなんですけど、このドライバーなんかすごいね、独特な形してますよね。結構なんか多分この部分がドライバーで音出す部分だと思うんですけど、結構でかい感じがしますね。まあ、エクストラバスということなんで、結構低音重視型かなという感じでございますね。で、ありとあらゆるところにね、穴が開いてるんですけど、多分ここはね、多分空気とか逃がした感じで、密閉感とかなくすためかなと思いますね。すっきり聞くようなための穴かと思います。で、ここの部分には耳垢がね、中に入らないようにフィルターがついておりますね。こういうとこが結構重要かなと思います。はい、見た感じわかると思うんですけどね、結構デザインはかっちょいいですね。いいと思います。で、プラグのね、この部分もね、わかると思うんですけど、結構ね、頑丈な感じで作られているので、この辺は結構断線の心配なさそうですね。はい、ここも結構いい感じで金属の質感が出て、自分はいいと思いますね。では早速ね、音を聞いてみたいと思います。はい、実際ね、この曲でしばらくいろんな曲を聴いてみました。まあね、女性ボーカルの曲から一応低音がということなので、低音が強めの、曲を聴いてみたんですけど、まあ、全体的には結構聴きやすい感じの、印象でしたね。まあ、例といえばなんか、イヤーポッツなんですけど、イヤーポッツよりか少しドンシャリかな。でもなんか、
なんか少し個性的な方かとは思いますね。まあいろんな人に聞いても、まあ、みんな聞きやすいとは言うと思うんですけど、まあ、少し人を選ぶかもしれません。あとですね、あのこちらのですね、あの LR でこのリモコンの方に R があると思っていたんですけど、これは逆で L でしたね。ほとんどのイヤホンはね、あの操作側は R の方についてるはずなんですけど、このイヤホンは L だったので、なんか規格が違うようです。あとですね、とてつもなく耳にはまりにくいかなという印象がありました。まあ、自分の耳の大きさとかにね、いろいろと関係すると思うので、まあ、自分のことをね、ここで言ってもしょうがないとは思うんですけど、結構ね、これが入らないです。これが入らない。だからね、結構いろいろと葛藤してね、無理やり突っ込んだ感じになって、ちょっとね、耳が痛いかなという感じでございます。まあね、そこら辺はですね、イヤーピースとかで調整できたりもするので、まあ、そこでね、まあ、調整すればいいかなと思うんですけど、多分これはイヤーピースじゃなくて、普通にドライバーがでかくて耳に入らないなという感じがしました。まあ、ここら辺はね、何度も言うようですが、使い方の問題ですので、まあ、個人で、そこはよろしくお願いしたいところではございます。こんな感じでなりますね。はい、というわけで今回はですね、アイカクイさんからご提供いただいたですね、カナル型の低音重視のイヤホンのご紹介でした。ですね、こちらのイヤホンですね、カラーバリエーションがえげつない量がありますので、紹介していきたいと思います。まあ、こちらね、レッドになるんですけども、その他にですね、ブルー、パープル、ブラック、ホワイト、オレンジ、ピンク、ブラウンがございます。で、めちゃくちゃね、このカラーバリエーションがあるので、自分のね、お好きな色を選んでいただくこと可能かなと思います。でね、リモコンとかもありますので、まあ、iPhone、Android 問わず、耳元でね、操作することができるのも、またね、ポイントかなと思います。こちら、全色同じ価格となっておりまして、国内配送料無料、amazon.co.jp 国内配送料無料で、価格は1899円でございます。はい。まあ、大体2000台イヤホンということでですね、何がポイントかなと自分で考えてみたんですけど、まあ、まずね、包装ってか箱がね、結構高級感があるなということと、あとこのようにね、ポーチがついてくるものは2000台では珍しいかなと思いますので、こういうね、ちゃんとしたポーチ、あと付属品、そこら辺はね、まあ、標準以上かなという感じなので、結構コスパはいいようなイヤホンかなと思います。というわけでね、今回はここまでです。ぜひ動画気に入っていただけたら、高評価、コメントよろしくお願いします。で、もしもね、アイサタンチャンネル、これからも動画見ていきたいなという方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。励みになります。というわけで、今回はここまで。次の動画でお会いしましょう。さよなら。